マリンパッパです。はい、今日の企画は自分にだけ仕事が一切来ないドッキリ。今から打ち合わせで事務所に行くことになってて、まなみ今から夫迎えに行って一緒に事務所に向かうんですけど、その時にちょっとドッキリを仕掛けようかなと思って、いきなりこのドッキリ仕掛けたらさすがに夫もあれってなると思うから、普通に打ち合わせをしてもらって、その、途中でちょっといいですかみたいな、まなみさんにお仕事が来てるんですけどみたいな、でそこからちょっと何件かこれも来てるんですけど、これも来てるんですけどみたいな感じで言ってもらって、自分には全く来やんと、相方にだけ仕事がめちゃくちゃ来てたらフーはどんな反応するのかっていうね、こういう企画でもちょっとフーやったら面白い反応が取れるんじゃないかなと思って、そんな感じで事務所のマネージャーにはもう伝えてるのと、あとカメラも設置してもらってるので、月次第やっていきたいと思います。はい、アフレじゃなくてダブギーズの公園。サンダルになるんですよ、がまなみちゃんに似てるって感じです。
これはあのコラボっていうよりはあのインスタとか一緒に何かプロモーションできませんかって。ああ。多分向こうから提供されて、まあ、それが合うんやったら好きやったりとかしてて、ね、紹介いただけないかなっていう。ああ。それはどんな感じのやつなんですか。でその履き心地とかそういうのに見えますよ。はないと思うんですけど、めっちゃ高いわけでもないっていう。なんかまあでもデザインとかの方をしてるっていう会社なんで、多分なんか海外のデザイナーとコラボしたりとかして。めっちゃすごいよ。めちゃくちゃすごいな。それやってもしよければって感じだったんで。一回商品を僕でもらってみたいな感じで受けるんですか。あ、全然。あ、じゃあそれで。だからあの後で言われる分でない。じゃあ次ちょっと私からももう一個なんですけど、これもちょっとまなみさんになんですけど、のポップアップが春にありまして、まあ、その時間程度ちょっとまなみさんにポップアップに立っていただけないかっていうご相談が来てます。一人ですか。そうですね、ちょっと今回はまなみさんにっていうことでした。今からちょっとお伝えしたいのは、あのまなみさんにまた。またまなみよ。まなみどこよ。マリパの仕事ないんですか。マリパの仕事ないんです。この前ラインどこだっけ。送ってくる送ってくる。お前来てたよ。一個だけ来てるのがヘアドライヤーです。あ、ヘアドライヤー。新しく作ったブランドがあるみたいで、最近。ローンチされたブランドのドライヤーで、最近あの花見さんが個人チャンネルで Vlog 系の、はい、すいませんルームツアー系の、あー、はいはいはい、動画を開けてるじゃないですか、うん、これ見てなんかすごいブランドのイメージと合ってるっていうことでドライヤー紹介してもらえないかっていう連絡がちょうど今日入ってました。ドライヤーはちょっと使ってるやつあるんで、ずっとそうですね、そうなんですよ。だからドライヤーはちょっとやめておきましょうか。はい、はい、で、私に待ってみます。あれ、指名入っちゃってる。一回できるよ。こういうことだったみたいな。こういうことが説明知ってるやろ、そんなまなみほどしてる。あ、そうだ、確かに、こういうことですかね。こういうことですかね。こういうことですかね。だって知ってるやん。知ってても、知っててもそのこうへんってことは感じも、もしかして結構厳しいと思う。一回言って、無理やったら申し訳ないから言ってみて、言ってもらって、だからこの子が言ってるとか言わなくていいし、最初からプッシュするみたいな。海外の旅行はでも国も決まってて、そのインドネシアとかバリ島って言って、ずっと言ってたよ。海外の旅行とかよう行ってるからですかね。そうそう、あの普通にストーリーとか撮る、はい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 、あ、見てもらって、いろいろだってマリパパでも Vlog とか毎よく上げてた。ああ。Vlog 動画旅行、うん、旅行も結構上げてた。これ期間が結構長くて2ヶ月なんですよ。いいんちゃう、全然いいんちゃう。いいよ。え、どう、今まで全然いい。え、全然いい。あの、そうです、あのこちゃんなんですよ。あ、私だけですか。そうっす。どういうこと。あ、個人チャンネルでの学びにだけってこと。そうっす。あ、その話し合ってもらわないといけないのは多分動画の、ね、2人でやってるからってこと。リンパの動画の兼ね合いもあるから。
そうっす、まあ、行くのが12月の頭かな、うん、で、まあ食費も交通費も全部出て、報酬は200万です。200万。マリンパ込めへんかったら別にさ、いつも通り問題はないよ。マラメラが2ヶ月で合わないんだけどさ、そう、会えへんだけじゃん。渡航開始が12月1日なんで、もうやん、まあ、決めちゃった方がいいってことですよね。あ、もう今日返事もらうと思ってたんで、急すぎて無理。そうです、急なんですけど、まあ、それやからこそ直接もバッてもういるんで。だからさ、マナミラが1ヶ月会わへんだけで、マリンパを止めへんかったら、だからそれで、マリンパの活動を止めやんといけるってことやん。それは、まあ、ストックさえ動画作ってもらったら、全然問題ない。明日まで待つんで、まあ、何でしょう。話し合ってもらっても大丈夫ですし、あかんの、まなみ誕生日旅行は予約した12月無理よ、うん、予約した、誕生日に旅行、あ、サプライズやっけこれ言っちゃった言ってたけど、もうねえ、行く言わないまだキャンセルです。企画は自分にだけ一切仕事が来ないドッキリでーす。全部嘘じゃん。最初？俺もだみ。だから一番最初の話だけはほんまやで。二人にされてる。二人の話はまああの続きやん。途中からこれはまなみさんだけにっていう。これもまなみだけ、これもまなみさんだけで、これもなんですけど、これもですがっていうまなみだけしか仕事が来ないドッキリです。です。あ、マジか、そっちか、そこはあんま何も思わんかったん、むしろ思わんかった、こちゃんもやってるし、だって別にありえねえやつよ、結構多かった、多すぎだよ、もう全部全部多かったけど、なんでマリンパの仕事取ってこうへんねんとか、そっちやん、別にマナミが多いことに何も思えへんかった、あー、でも最後の海外はさすがに寂しい、かわいいでしょ、めっちゃかわいいわ、もうせーせーかよ離れるのが嫌やねんな、まあそんな感じですね、自分で全てな、お金払えよって自費では自分で絶対払えよはい、そんな感じ
感じでね、あの事務所のマネージャー2人協力してもらったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんな感じで続きちょっとまあ喋って、あ、まだ全然終わってないから、終わってないの？嘘やろ。結構じゃあ長いことちゃんとしてて、うん、あ、そうなんや。そう、はい、ここからなんで、はい、パパに、あ、はい、そうです。ありがとうございます。はい、こんな感じで終わります。バイバーイ。